モーマンタイヤ。痩せちゃうって、痩せちゃうんやから、ホイールは。ホイール。ホイール、ホイール。ポンポン、始まりました。インドバットのマガネタイです。お願いします。なんてインドバットのマガネタイです。ねえ。いい逃げ道の。なんとかこの名前を逃げていきたいな。書いてるからな。ダセーな。エッチな色してるな、これ。エッチな色してるわ。出てけ。すいません、出て行ってもらって。申し訳ない。おちんちんが熱いんで出したいんです。申し訳ない。ハウツー系 YouTube。 夏到来ということで、夏休みの過ごし方を実体験を交えて授業してください。夏休みの過ごし方なんて、おのおの、おのおの過ごせ、自由やね。それにちょっと違う。しょうがねえな。いやー、夏休みは人それぞれですよね。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。夏の、はあ、暑さ対策。ところ上手に聞いてこんな。そうやな、応援でやんやろ。暑さ対策。おすすめレジャー、イベントの過ごし方、この夏やりたいこと。あ、俺らの、うん、聞いてどうすんねん、そんな。夏グルメ、おすすめの受験曲、思い出学生時代、思い出芸人時代。もう次のステップ行ってるもんな、俺政治家時代に入ってるから。うん。うん、まあ当選し、当選せんでも政治家かな。まあ政治家よ。そうやな。政治結社やからね、金属バットは。なんかありますか、小林くん。暑さ対策なの。暑さ対策。ザラやろ。ザラ。ザラでしょ。夏のザラが世界で一番寒いから。世界で一番寒い。夏のザラ。ザラ。とんでもない。わかるもんな、うん。地下鉄の駅へ上がって。うん、ザラあるって分かんないな。ああ、ほらほらほらって。無限大行くとこのザラの前、異常に涼しい。異常に、そう。ザラがな、世界で一番涼しいね。うん、もう信じられんぐらいクーラーあるからな。あ、そう。窓全開、全部開けて。うん、開けてくれてんの。開けてくれね、そうよ。我々のために。そう。あれはもう死の施設よ。ボーナスステージやからな。ザラ行っときゃいいよ、ザラ。間違いない、ザラは。おすすめレジャーは、だからザラになってくるのか。ザラ周辺で考えてたのか。ザラ周辺で考えてくる。お金なんか使えてないやろ、うん、夏にもったいない。ザラ、ザラ、ザラで、服買うんでしな、ザラ、うん、全部でかいから、ザラの全部でかい。そうか、全部でかい。でかい、何買うてもでかい。あ、で、なんか裏のなんかあの、あるやん、あれ、あれなんかで洗ってくるみたいな、うん、綿 100% とか、うん、ものすごい長いザラ。世界中の言葉で言うてくれてるんだよ。ああ、なるほどね。いいよ。まあ、泳ぐだね、なんだ、あるけど、おすすめやせんな。ああ、行ってないからな、だって。行ってないよ。呼んでもうたら行くけど、うん、バーベキューとかな。そうやな。知ったけど、行かへんもんな。我がで。うん、暑いしな。暑いね。そう、バーベキューしようぜ、なんか言うたことないわ、生きて。うん。なあ。今後も言わんわ、多分。そうやな。言うてくれたら行くけど。うん。うん、ただ、スイカ割りは楽しいよ。一回やったよな。一回やって。地下のスタジオで。室内で。室内でやったんや。あれは楽しかった。あれ楽しかったな。本当に楽しかった。うん。いい匂いしたしな。うん。うん。スイカ、あ、そうか。何でもいけんのか。言うたらやってくれんすよ。そうだか。ハワイです、じゃあ。間違いなくハワイ。ロコモコです。やっぱハワイのポキ丼がおすすめです、俺は。暑さ対策もポキ丼です、ハワイの。インジャパン。日本でか。インジャパンね。まあ、花火大会、夏祭りな、なんちゃあるけど、もう好きにせよな。うん、日本でか。俺らに聞くの、ルルブに聞けて、こんなんじゃらんとか。好きな屋台？おすすめ屋台ね。うん、いろいろあるけど、わしも断然リンゴ飴。間違いない。あんなうまいもない、この世で。キャンディー界で一番うまい。マジで？リンゴ飴？ほんまはイチゴ飴の方がうまいよ。ああ。ぶどう飴とか。ただもうでかさが全然ちゃうから満足度が。リンゴ飴か、俺あれが嫌でさ。何？いいねんけど別にあのこう飴塗ってさ、うん、なんか鉄ステンレスのとこにベチャって置くやん。ああ、さすがに。ほんならこうこの底が
ペタってなったまま固まるわけ。ああ、なるなるなる。あれをなんとかしてほしいね。あれもう美味しいやろ。あそこがうまいねんて。あれを綺麗な丸にしてほしいから。ヘリっていくのが美味しいんや、あれ。いや、わかんないけど、その見栄え上さ。見栄えなんかええやろ、あんなもん。このままやってほしい。おっちゃんが、おっちゃんがこのまま固めてほしい。いやいや、おっさんがずっとね、マラカスみたいなの食いたないよ、あれ。あれをなんとかしてほしい。できるだけおっさんには触ってほしいないやから。おっさんってうまいよ。あ、もう敵屋の人、俺誰も信用してないから。全員。俺はほんまにそうや。ほんまにそうや。リンゴ飴でしょ。ほんまにうまい。あれはもう恥ずかしいとかなしで食ってるわ、もう。しょうがないから。俺もじゃああれかな。何？あのミルクせんべいです。ああ、美味しいね、あれ。あの9時かな、なんか、うん、あるある何枚いけるいける、うん、あれやな。いや、あれな、あれうまい、あれうまいな、うん。あと焼き鳥も9時あって、あるある、何もかくれてる、うん、あるあのしょぼほしょぼい方の焼き鳥、うん、ガチンコ焼き鳥あるやん、たまに。マジあの500円ぐらいするやろ。じゃないよ。あのほんまに簡単に冷凍のやつを温めてるだけみたいな。そうそうそう、あれうまいね。あっちも9時があって、そうで、外れても1本くれるからね、うん、あで100円で1本やから、そうそうそう、全然いいね。食っちゃうな、食っちゃう、食っちゃうね。屋台もうまいよな、うん、あどう考えても体に悪いんだけど、あんな全部なあ、綿菓子も、綿菓子むっちゃ高だったやろ。え、なんか今ワンコ500円やで。はぁ、やろう、綿菓子みたいなもんがギュッてしたらこんなん、こんなもんやろ。せやねん、あれ。はぁ、昔天王寺動物園に綿菓子作る機会あったよな。自分で作れるやつ。嘘、あったあったあって3台並んでて、うん、真ん中のやつだけ絶対失敗するのよ。そうで、ようなんか俺もやっててさ、あれ好きやったから、うん、で真ん中行けよ思って、誰か来い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 で、なんかその大学生とかが来てうわーみたいになってるのは全然いいねんけど、子供が一生懸命作ってて、うん、でお母さんが頑張って作りやみたいなんで、ああああ、できて全体頑張って子供が泣いてるの見て胸キュンってかわいそう。それどっちでやっても失敗するの。違う違う、真ん中の台がクソだよって、あれ。そんな設定入ってなかったら何が違うの。なんかちゃうねん、なんか用ない感じあって。綿菓子も買わんな。でもそう高いねん、500円払いたないねん。ももちゃんでいいよな。ももちゃん、ももちゃんじゃない、なんか駄菓子の何釣れよお前も。もう連れになってほしいけど。ももちゃんってあったやん、30円ぐらいの。あったそうな。50円ぐらいかな、あれ。あの、ここのね、わたがし、駄菓子屋に売ってたやつ。わたぱち屋に売ってた、またぼわしたよ、わたさん。ももちゃんのことを考えたら、わたぱち屋に売ってわたぱちじゃない、どのパッチとかもっとでかいでかい。はい、あ、知らん、食うたことないわ、それ。ちゃんとわたがし、水飴も美味しいな。水飴な、うまいよな、あれ、練り練るやつ。あー、うん、あれ、なんだよな、なんだろうな、あれ。青のな、うん、あかき氷食ってるやつバカやな、あれは。無駄に感じるよな。あで、お姉ちゃんがキュウリすぐ食うやん。あ、キュウリはわかる。いや、ほんまに、うん、キュウリ表で食いたいか、お前。キュウリめっちゃ食中毒になるらしい。いや、そうやな、あんなもうどない考えてもバッチリもんな。めっちゃ食中毒。あ、なんであんなキュウリ食いたがんねん、みんな。キュウリいいやん、お漬物やろ、だって。うん、うん、なんであんなお漬物外歩いて食わなかんのよ。だからなんか酒飲みたいみたいなっちゃう。ああ、なるほどな、お祭りで、うん、あんま飲まへんもんな、祭りで酒。あ、そうか。うん、夏やりたいことね。この夏やりたいこと、やりたいことなんてやる、うん、仕事よ、うん、仕事仕事よ、最悪や、ああ仕事やわ、やりたいこと、うん、もう家から出たくない。あ、それはもう100里あるな。わしでも鮎食いに行きたいな。鮎好きやから、串でもうガッて食うやつ。 あれがそんなないのよ。あ、ほんまだからなんか誰ぞのな親戚の家とか行けたんやけど。鮎な、鮎食いたいね。鮎うまいわ、好っきゃん。あれ焚き火で食うやつ。そうそうそう、ぶっ刺して、ああ、くれやって言いたいわ。何やって言うの。これに比べて山岡さんのあれはゴミやっていうの。あれ言いたいね、夏。聞きすぎやろ、あれ。最悪だわ、あのさん、おいしいものはぐなあ、金持ちやからって。夏グルメはああいう人だから。夏グルメ、あ、夏グルメってそうか、まあ、そうめんだね。あ、なんだ、あんた何食うてる夏。辛いもん。あー、年中食うてるやん、お前。年中食うてる。あー、
長本ばっかり言ってるやん。長本やな。あんた長本。北極とかな、言うもんな。はい、うん、ああ。おすすめな自由研究。やってた自由研究。やってた。貯金箱を作ってたよ。貯金箱、そう、大阪だけなんかわからんけど、あれ、貯金箱作ったら、市から貯金箱くれるよな。え？あったやん、自由研究の。あった。貯金箱くれへんかった？くれへんよ。うっせえやん。サッカーボールやつもらんかった？え、そう、お前なんか賞取ったんじゃん。違う。参加したらくれんねん。嘘や。うん。え、まだ間に合うかな。もう間に合うかな。もう当時作ったんですよ。俺多分毎年のやつ作ってた。こんなクレーマーおらんねん。20年前作ったあの貯金箱。1年生から6年生6回貯金箱作ってるんですけど、貯金箱が6個足りてない。なんで貯金箱作んねやろな。あれ何やろな。なあ。何作ったんかな。なんかだから要は貯金箱なんですよ。貯金箱で周りをどうしていくかなんですよ。紙粘土とかで、なんか滑り台つけたり、うん、滑り台つけてシューパンカカンみたいなやつ。あ、上にな、うん、とか、だから貯金箱に紙粘土で適当に物つけるっていう感じです。まあまあそれでええもんな。うん、なんかマラカスみたいな作ってるやつ持ったよな。それ DJ やろ。違う、誕生日一緒な。あれと誕生日一緒。マクシムって書いてある。マクシマムって書いてあるな、あれ。何の話や。DJ が。じゃあマラカス、DJ の下待機が強すぎる。違う、そんな話してんじゃん。タメキャラやんな。タメキャラ。あんな感じでな。うん、宿題。頭のいいってどういうことですか。なんで貯金箱は頭悪いんですか。生きるとはみたいなことですか。この夏で解いてこいみたいな。ちょっと頭のいいのレベルが分かんない。ちょっと教えて。朝顔。ワクチン作るとかそういうことですか。朝顔。頭悪いな。朝顔。火ってどうやって。お前火もかかれる。日記。あ、天気ね。天気。天気って何？あの日記じゃないそれは。集めるやつ。ね、新聞の切り抜き。そうそう。これは。これは全員やったんじゃない？順番どうなんですかこれ？これはでも全部ありきで。そうやな。ありきで自由研究。ああ、そう。これもやったっすよ。これは業務ですよ。貯金箱でしょ。うん、貯金箱。あと俺ほんまにこいつやったなっていうのがこのマラカスやねんけど、うん、ヤクルトをちょっと砂利入れてヤクルトに、うん、でヤクルト2個くっつけてマラカスっていう。こいつやったな。なるほど。そうやもんな。だって音鳴るしマラカスですもんなって、うん、楽器として成立してる。あいつはそうやった、大したもんやな思ったわ。その手があったかっていう。それはいい、うん、マラカスですわ。やばなったマラカス。うん、もうその最後9月1日の朝作れるから。ヤクルト2個飲みや。2個飲んだら結構体調やばなんだよ。うんちブリブリになるけど。マラカスですわ、おすすめは。おすすめマラカス、うん、であと詰められてもいいや。マラカスなんでの鋼の心、うん、これだけあれや。夏休みの思い出、学生時代。夏休みの思い出、何してたんや。何してた。高校一緒やったけど。ラジオ体操とか行ったよな。あー、ちびっこの時やろ、うん、スーパーちびっこの時。あれほんまに嫌やったわ、汚かったわ。スタンプをしてくれて。そう、だるかったなあれ。めっちゃ嫌やったわ。で、連れとかと会ってさ、ちょっと喋らなあかん空気やん、うん、もうしんどいのに、うん、マジで嫌やったわあれ。喋ることなんかないに、どうせ昼に会うんやから。そうよな。なんで一回早会わなあかんねん。結構今もやってんのかな、ラジオ体操。いや、ズームでやってんちゃう。ズームでやってんのか。じゃあもう動画流しといたらいいかな。そうよな、毎日こっちもやってるやつな。やったな、すかんかったわあれ。冒険。自転車でどっか遠く。あー、チャリでうろうろね。あー、大阪東まで行ったけどな。いくつの時。小4ぐらい。やばお前。だいぶやばな。やばい。だいぶやばい。俺も兄ちゃんと行ったし。ああ、お前、二上連れてって行ってるし、兄ちゃんと。兄ちゃんと行ったし。東まで行けたからな、俺。チャリでな。チャリで。ああ、あれなかなか遠いからな。子供の足じゃ。あんな怖いところ。なあ、よう行ったわ。そうよ。あんなもうすぐ飾りされねえからんとこ。ヤンキーしかおらん。ねえ。抱えてたわ。
ダイナマイト財布そんな、こんなやつ絶対行かれるよ餌やもん怖いからランキーホイホイ夏の思い出芸人時代いや、なんもないわ夏夏の思い出なの夏やからと言ってで、やることは変わらんよそうやな夏でも冬でも外で飲むしなあ夏なんもないよ特に夏やからちょっとないよなああ外が暑いみたいな、うん、ああ、あったななんか駿府城やああ静岡の駿府城行きましたね駿府城ミキと一緒にねそう営業行ってうん暑すぎてもう死ぬほど暑かったなあれまあ15キロぐらい痩せたんちゃうかなあの日なそうでなんかあんままあ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 受ける優しいお客さんやって、うん、でガードマンのジジイがおってな、うん、舞台に上がってけへんようにガードマンのジジイが一人立ってて、うん、俺らが汗かいてたらむちゃくちゃ笑ってるのクソツボやったやろなおっちゃんから大爆笑取ったよなよく言ったねあれ思い出やねあのおっちゃん笑かしたんはいや、あんたその、ちゃいますよ、そんな。そんな芸人いないっすよ。なんかずっとキラキラしたこと言ってるけど。今花火やって夢語る。みんなバイト行ってんねん。花火やって夢語ってるやつは2年ぐらいでやめてる。なんだ、アホおらへん、もう。もうみんな冷めてるから、お酒飲んでバイト行ってんすよ、みんな。花火ってやったことあったっけ芸人でないのあー、じゃあ、万歳ブームだとやったわ。あー、やってるわ。やった夢語ってないわ、でも。そう、沖縄でね、海辺で花火して、そうそうそう、みんな酔っ払ってな、そう、なんか酔っ払って、もう真夜中の海に飛び込んだりしてな、そう言ってた気持ちいいで、来てみたいな、もう怖すぎて誰も行かんから。例えば、高則だけ行っててな。高則が行って、服着たまま海飛び込んで。で、監視員の台に駒場さんがおって指示してそう、ベロベロなって怒ってたよ上がってくるー言ってストロングチューハイ持ってブチ切れしててそれ見てみんなで花火してて花火してたわそう、で、みんなわーって笑ってたらデルマパンゲのヒロキが急にうわーって言い出してなんや言ったら、もう足血まみれやってそうやどっかで怪我してあいつ足血まみれやってなそれ見て、内海さんがもう終わりや言って死でた終わり言ってなどっかからでっかい板持ってきて火消したしいろんな火踏み出してるサイみたいなほんまにトイサンマンのサイみたいな動きして仕入れたから終わり終わりなんやねんあの人ろくでもねえろくでもねえわねえそうなんちゃキラキラしたことあらへんなないなうんもううんそっからタイム知らんやつああサップタイムと一緒やなイントロしか知らんサップタイムも夏の曲かサップタイムも夏の曲なんか分からへん誰も知らんから暑苦しい誰も知らんじゃん先夏の曲ね夏の曲これ聴いてたよ夏に夏に聴いてた曲なんてあるやっぱあれじゃラッパガリアのブーザガリアシンガじゃん年中やろ年中聴いてる俺が面白い歌特に夏に思い出ないねんなそんなにうん暑いだけやからな嫌いやしななんやったらな寝られ春の方が好きやもんなあ寝にくいねんな金かかるしクーラーでそうそうすかんねもう夏を楽しむ体力はないぜ大人やからマジ損ですよ、あれ。あれ、宿題、ほら、なくなるやん。小学校の時、誕生日に。え日寄ったら。嘘やん。嘘そんな。あれ、全部。そんな甘い100個ある。え今日、なんとかくん誕生日やから、宿題なしでーす。はぁ、あ、え嘘え俺だけお前何言うんだよ。え、大阪府堺市、激甘小学校やったけど。違う、お前の親が、うん、あのモンスターペアレントで違うだ俺は夏休みやからあ、そうかうん、なかったよえ激山小学校やったからかな大阪府堺市私立激山小学校やった私立の大阪市立わざわざあ、大阪市立うん、大阪堺市立堺市立うんはぁ、あ、そうえないない、そんなあんまで、お盆やから、わし、誕生日がうんそないになんかね、お盆がもう特別やからまあそうちょっとな、2個下になるよな。そうしそりゃそう、最悪やったわ。そんなに暑いし。うん。うん、
でもあれじゃん、あの何免許とかさ。ああ免許ね。もう夏休み中に行こうってなれんじゃん。いや一緒やってならんかったよ。お前すぐ取ってなかった。私原付はすぐ取ったよ。すぐ取った。あれは春休み取ったよ。俺だから1年遅れんのよみんなより。あそうか、うん、みんなより1年遅れ。そう一生遅れやもんな。そう、あそうかそうか。あれが羨ましくて原付な、うん、ああ原付で夏何の思い出もないな。あ原付乗ってたやん、あんた乗ってた乗ってた。なんかある夏。ああ原付燃やされた時は夏やった。あれなったやあれなっちゃったか株な。うん、あれは夏やった。お前しの株燃やされた面白い事件。まあ日常的にまあ盗まれる町やってんけど。まあまあまあ盗まれるはあんねんけどな。盗まれるはある。盗まれへんように、うん、俺はわざわざカバーを買ったんや。バイクにな、うん、はあ、この町はやばいから、うん、でカバー買って、であの何あれ雪雪な雪カバーにもつけて、はあはあ、やってたら、ほんなカバーってな燃えんねんな。そうやねんな着火剤やねんなあれ。そう、おカバーあるやんラッキーで。そうやねん、カバーさえなかったら燃やされた。燃やされた、盗まれただけで済んだのに、うん、あでその後、その駐車場で連れから借りた原付もパクられたもんな。そう、俺がやった原付がなくなって、うん、貸してくれてる子がおって。そうそうそう。じゃあこの間使っていいよ、うん、で、あれ借りた日になくなったすぐパクられた。やっぱカバーしてラッキーパクロやから。借りた日にエイプ、うん、エイプ50な。エイプはすぐパクられる。エイプはすぐパクられるね、うん、で、図書館で見っかった。そう、図書館のフレームだけのエイプが見っかった。駐車場でな。ああ、フレームを曲げられとったな。使われへんように。ほんまに悪いやつ。ほんで、あれや、あの、金がないからさ、うん、俺たちには、うん。あの、ゴリラっていう鍵。ああ、ゴリラ、ね。バイクの鍵のメーカーがあって、そう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 、ゴリラっていう、めっちゃ頑丈な鍵。うん、これ、切れたら。ゴジラじゃなかったっけ。ゴジラやったっけ。ゴジラか。ゴジラや、確か。ゴリラはカーナビか。あゴジラか。ゴジラや。このチェーンが切れたらあのバイク代保証しますって書いてて。そう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 。で、なんとか切ろうと。あこの木をこうって、俺ら工業高校やったから、うん、なんかいろんな機械で壊したら、うん、もらえるやろ、言って。ただ、問題はその木買う金もなかったよ。そうやね、ゴジラ。ゴジラの木買う金もなかった。めっちゃ高かった。2、3万円くらい。そんな金もないから。そうや。泣き寝入りよ。あれさえ切れば。泣き寝入りの夏ですわ。ねえ。私の名はチャンネル登録よ。よろしくお願いします。